はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールでやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、スノーマンさんたちからスロー、こちらのカウントダウン TV ライブライブ、こちらの映像が出てまいりましたので、見ていきたいと思います。収録ボタンをフォイということで、もうね、ニヤニヤが止まらないんですよ。もう、何度、見たことかっていうところではあるんですけども、録画のやつを見ていたので、今回は、なんと YouTube にね、もう、絶対カウントダウン TV さんはね、上げてくださるっていうふうに思ってましたけども、スノーマンさんの公式アカウントから上がっているというところでございますので、改めて、もう何度見たことかですけれども、リアクション動画撮っていきたいなというふうに思っているところでございます。よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。著作権の関係ある音はこちらに聞かせていただいてということになりますので、ご了承ください。前回の、ちなみに、トークの時は、映像出せなかったじゃないですか。なので、見終わった後にですね、ちょっとこのシーンだよねっていうところもね、見ながらちょっとお話ししたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。レッツラー、ゴーツ。おー、ちょっと待って、字幕がないから見やすいってのもあるかも。特別これは YouTube バージョンならではの、映像はやばいかも。めっちゃ綺麗。塩麹くんがめっちゃ綺麗に、より綺麗に、来た来た。いいよ、またくん。いやー、目黒くん、うわ、深作、ここやねー、伊達様、待って、画質めっちゃいい、佐久間くん、ここだよね。はい、来るよ。うわー、おお、目黒くんすごい、いいダウン、ダンタダンタラダン、素晴らしい。もう7万回ぐらい見てるので、もう7万回見てもこの感動ですよ。いやー、素晴らしい、楽しい。そして待って、画質めっちゃ良くないですか。多分我が家のテレビジョン、そんなにめちゃくちゃクオリティが高いわけじゃないんですよ、多分。なので、ちょっとね、テレビで見てる、しかも録画だとね、また録画の画質になるじゃないですか。あれよりも全然綺麗。待って、一つ一つの、なんか肌の感、
肌の質感っていうんですか、皆さんのめっちゃ綺麗なんですけれど、塩けじく最初のこのやっぱり渡辺くんだよね、パキッの部分の、ちょっと待ってどこ、これ、ここよ、渡辺くんの、おお、こうやって見るとやっぱ照明もドラマチックですよね。いや、てかマジでね、このね、カウントダウン TV さんのあのスローは絶対にもうあの YouTube で見たかったというか、 YouTube で見れなかった方たちに見てほしいなってずっと思ってたの。本当に絶対これいろんな人に送っちゃうんだから。うわ、佐久間くんね、佐久間くんね、ちょっと出てくるときやっぱりこのなんだろうな、筋肉の雰囲気がやっぱりありますよね。面影がもう上半身にね、素晴らしいです。この役。ちょっとピントの感じとかが違うのかもしれない。テレビの時とは。阿部キュン塩麹くん、もう特殊スナイパーの、あの、装いですからね、これとかはね。からの、迫り来る岩本くん、やってくる岩本くん、背後につくラウールくん、ここのね、やっぱし、アングルもこうやって見ると、めちゃくちゃ素晴らしいですね。カウントダウン TV さん、もう昨今のこのダンス&ボーカルグループさんたちの撮影の仕方がめちゃくちゃうまいという、いろいろなこう、界隈のファンの方たちのコメント見てると、やっぱり非常に好評でございますね。このね、手の雰囲気がまたかっこいいのよ。ちょっとこう武骨な感じというか、手がゴツゴツしてるじゃない、岩本くん、この感じがね、まあこう日々ダンベルを握ってバーをこうね握ってるからこその鍛え上げられたこの肉体の手でございますけれども、からのこのラウールくんだよね、ここのこのシーンやばいですよね、この眉毛見てください。この綺麗なこの Y の字。鼻筋まで綺麗にね。本当に。メイクさん、スタイリストさん、そしてもうここはもう抜いてるカメラさん、そして照明さん。もうあらゆるスタッフの皆様の結晶ですよね。英知の結晶でございますけれども、ここのダンスもね。で、後ろにこのカウントダウンライブライブのこの稲妻がまたアイコニックに光ってるっていうところもいいですよね。なんかこのシグネチャーサインと言いますか、あのロゴがもうこうやって YouTube でどんどん動画が出ることによって、あ、カウントダウンライブさんでライブライブさんでやってるのねみたいな、ここを今度は目指す若手のアーティストの方たちとかも増えてくるんじゃないかなっていうね、風になりますよね、目黒くんね。ずっと素晴らしいんだが、そうアングルがやっぱいいんだよな、全部。深さくん、ここのね、これよ。はい、もうこれよ。今僕は一人でずっと喋ってるところでございます。からのこの伊達様よね。で、この後の、この手の開き方。しっかりこの胸を開いて踊っていくところ。たまらないんだ。たまらないポイントがですね、本当にたくさんござる。このラウル。結構だから、カメラさんも近くに寄ってくださってるっていうのが伝わってきますよね。思いっきり。ここの佐久間くんのね、見逃せない。ここよ！これ！これですよね！いや、本当に綺麗な喉元ですねっていうね。あの、サイズ感といい、長さといい。で、からの、この目黒くんの、ここ！これよねー！これなんだよねー、ここだよねーっていう、この前のだから答え合わせみたいな感じになってますね。この岩本くんだよねー、これだよねー、この肩のこれだよねー、これだよねーっていうね、もう絶妙すぎません？からのこの引きですよ、うわって真ん中に引いてくるこのカメラワーク、この乗り方もね、すごいよね、ほんと。いやー、楽しいわ。ここの阿部キュンもね、ち
鼻水出てきちゃいます、本当に。夢中になって喋っていると。そう、ここも綺麗なんだよね。このね、ライトがね、ビームがね、みんなちょっとこう、笑顔が見えるというかね。からのね、ここの渡辺くんの、この間を、こう、バーってこう、出てくるところと、このライティングの美しさ。この、やっぱドラマチックがあるからかっこいいよねっていうところよね。渡辺くんね。で、ちょっと後ろにここカメラさんが入ってって、この伊達様だよね。この胸のロールからのヘッドロールのやっぱり勢い。これすごいですよ、マジで。あ、見終わった後に何度か自分でやってみたんだけど、こんなに強く一瞬でパキーンって回んないですね。やっぱりちょっともう超人の領域でからのこの蹴りですよ、塩小路くんの。いやー、このこっち結んでつぶってこっち開けるっていうこの感じがまたね、イケメンなんだよな結局塩小路くんってなっていう風にちょっと感じますよね。このね、ちょっとね、淡い目の使い方ですよね。目黒くんのね。どうやってんのよ、ちょっとね。最高だ。このノリだよね。楽しいなずっと楽しいなこのラウルくんだよね。いや、表情本当に天才なんだよな。あー、楽しい。ラストのこの傾け方もねっていうのをまた僕が喋ってるっていうところになりますので、ぜひぜひこれはもうあのね、 YouTube にこう上げてくださったという、そこにもう感謝の気持ちを込めて盛大に繰り返し見ていきたいなっていうふうに思うところでございます。今まで多分ずっとね、録画のボタンでこうやってましたけれども、これからも YouTube にありますから、カーソルをねいじるだけで自分の好きなポイントに、移動できるっていうところでございますので、ぜひぜひこれはね、たくさん見て、そして高評価ボタンもバシバシ押していただいて、あとはこの映像をちょっとね、リンクをお友達とかに送ったりとかして、Twitter とかにもこうリンクを貼ってぜひ見てくださいっていう感じでね、やっていけたらなっていうふうに思ったので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。